16対9の四角の中に生きる妖精です。はい、これは中西のパカ、これパカしましょう。もうパカしましょう。パカパカ、あ、よかった、電池ついてた。扇風、あ、ん、扇風機だけど、これ、あ、ん、これ難しいぞ、なかなか。おおお、あ、これ開くのか、組み立て、あ、開くんだ、あの扇風機、あ、組み立てがあるんだ、うん、穴をこう合わせてね。これね、あ、さっき見せりゃよかった。カプセルのお口がね、ちょっと半開きだったんですよ。こういう状態だったんですよ。お口がこういうね、半開き、あ、これ言い過ぎか。これぐらいだったんですよ。うん。わかりづらいか。貼り切れてなかった。テープで貼ってあったけど。ミニサイズ扇風機。10色あるんですって。で、僕、この水色当たりました。まあ、いいんじゃないですかね。メーカーさんがわかんない。シャイニング。はい。シャイニングっていうね、メイドインチャイナ。ヘルメットにね、ご提案がありまして、ヘルメットにこの、扇風機をつけたらね、蒸れないんじゃないか。ああ、いいぞ。なかなかいいぞ。どこがいいんだろう。あ、これうるさいんですね。やっぱここつけやすいから、ここでいいんじゃないですか。ここがいいわ。よしよし。テープで固定しますね。あ、で、もう一つね、横にあった。これも200円だったかな。茶室っていうね、パカちっちゃい、カプセルがちっちゃい。あ、扇風機、こう見た目こういう感じです。これがこういう感じのものですね。はい。で、スイッチ入れると、うざいじゃんね。こういうもんです。茶室、これ何が当たったんだろう。これはカプセルコレクションエポックさんですね。水差しと反水と畳。まあ畳はまあ基本ほとんどのものについてる。ああ、この風呂釜と敷板と被尺と蓋置きっていうのが欲しかったな。長いな、名前これ。風呂釜っていうお湯を沸かす釜。これは水差しと懸垂っていう、もうカメラセッティングするの忘れてましたね。これで撮りましょう。水差しと懸垂と畳。どっちが水差しでどっちが懸垂なのか僕には分かりません。あ、なんか尻茶室っていうんでね、なんかこういうラインナップになってますね。僕が当たったのこれですね。水差しが蓋付きの方かな。あの字のあれに、この風呂釜と敷板と被尺と蓋置きっていうのね、これ欲しかったな。なんかこうイメージとしてこういう風に集めたらこういう風にできるよっていうね、うん、たくさん。これまた買おうかな。茶碗、茶入りと和菓子と畳全部ついてるんですね。お盆と夏目と茶尺と畳ね。あ、これ扇風機こういう感じで、はいね。あ、取り付けていかないと、ここにね。いいんじゃないですか。ちょっと待てよ。ちょっと違うな。ちょっと違うわ。なんかこういう感じでいきたいな。よいしょ。これが邪魔なんですよ。黄色のこれが邪魔で。あ、こういう感じかな。あ、こういう。あ、もうちょっとこう中に入り込んで、こういう風になってほしいけど。あ、これだ。これで固定できないかな。どうやったらいいんだろう。わかった。これでここを、脱ぎゃいいんですけどね。これでどうだ。ほら。何がほらかわかりませんが。あ、ちょっと当たる。僕の顔に当たるんですよ。あ、スイッチどこだ。スイッチ、これか。あ、すごいいいよ、これ。で、前髪がすごい、なく、あのね、羽で、前髪が、プル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 って前髪巻き込まれそうになってる。でも涼しいですよ、これ。後ろの方がいいのかな？涼しいですよ。これでまあ、涼しいは涼しいです。後ろの方がいいのかな？後ろ。スイッチ。あ、
なんか具合がおかしい、なんか押しちゃってるんかな。まあとにかくまあまああのうん、まあ手持ちでいきましょうかね。こうね、熱くなったらこう手持ちでこうこう飛んでてくれたらいいんですけどね、こうね、この僕の周りをねこう食ういい具合なんか吊るしてこうぐるぐる回こうこうつこういい具合にこう吊るしてこうこっからこうねこう吊るしてぐるぐる回ってくれたらいいんですけどね、こういい具合にね僕の周りをね公転してほしいですね。あの惑星のように僕の周りを回ってほしいですねなんかうまいことしないとね。あ、そうそう、コメントでこうつけたらって言われたんでね、あ、いいなと思ったんですけど、100均でも売ってるみたいなんですよ、こういう扇風機ね、ちっちゃいのね。これはあのね、ガチャガチャ、あのたまたまツタヤのね入り口のところにあるガチャガチャ あったんでね、たまたまあったんでね、あ、やっぱここがいいかな、ここ涼しいわ。あのうるさいんですけどね、まあまあまあちことで、はい、まじまじゃじゃまあじゃあ